アアジアの選手も活躍できる韓国エースの発言が大谷翔平と一致、都間メディアが感名野球は大谷、サッカーはソン・フンミン。4月8日に開催されたプレミアリーグの第30節で、4位のトッテナムは三オ薫が所属する6位のブライトンとホームで対戦。2位1で上位対決を制した 韓国代表 FW ン憤民と三マの日韓対決も注目されたこの大一番で、圧巻のゴールを決めたのが前者だった。開始10分、左サイドから切れ込んで右足の一線。カーブをかけたミドルシュートでネットを揺らしてみせた。 このゴラッソでアジアの選手として初めてプレミアリーグ100ゴールを達成した韓国の大エースは試合後、次のように発言したイギリス公共放送 BBC より、アジアの選手たち、特に韓国の選手たちがこの偉業を見て、自分たちもできると信じてくれるよう願っている。僕は若手たちの良い手本となるべく、大きな責任を負っている。 アジアの選手がプレミアリーグで素晴らしい活躍ができると信じてほしいこの発言がワールド・ベースボール・クラシック WBC で侍ジャパンが優勝した際大谷翔平が発した言葉と似ている指摘したのが韓国メディアインターフットボールだ野球は大谷サッカーはソン・フンミンプレミア100号弾の後アジアもできると信じると題した記事を掲載 ミンのコメントを紹介し、次のように伝えた。アジアナンバーワンらしい発言だった。ソン・フンミンは自分の歩みがアジアサッカーの発展につながることを絶望した。種目は違うが、2023の WBC で日本が優勝した後、エース、大谷翔平がした発言、今回の優勝はアジアの優勝と一致している。 同メディアは韓国を超えてアジアの歴史を記しているソン・フンミン今回の100号ゴールでもう一つ偉大な足跡を残したと続けている競技は違えどスーパースターの思いは同じようだ以下はネチズンのコメントをまとめたものです大谷翔平がした発言今回の優勝はアジアの優勝と一致している 大谷の発言って日本だけじゃなくて韓国もそうですし台湾も中国もその他の国ももっともっと野球を大好きになってもらえるようにその一歩として優勝できたことが良かったなと思いますしそうなってくれることを願っています。のことですかね。大谷は進行普及につなががる発言だと思いますが 記事のコメントだと日本の優勝は我々アジアの優勝だってことになってませんか大谷は大谷ソンはソンどちらも素晴らしい選手であることに違いはないなのでわざわざ絡める必要がないソンが大谷のことを語ってるわけでもないんだから大谷翔平選手はアジアナンバーワンだけじゃなく今や世界ナンバーワン ソン・フンフミンは初戦アジアナンバーワンだけど先日のブライトンとの試合三オ薫との差は歴然ノーゴールとワンゴールとありましたが三オ薫の PK 獲得ならずのシーン VAR でも認められなかったけど後で教会が謝罪して本当は PK だったみたいだけどもう変わらないんじゃない 自分の都合の良いところだけ切り取らないで大谷翔平選手を巻き込まないでほしい。